皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。皆さんにお願いしていた DLS 年末ダメ出しのアンケートの一コマに記事にしてほしいトピックをどんどん教えてくださいなという部分があります。このポッドキャストは来日セミナー前に取りだめをしているので2019年の声はまだ読んでないんですけれども、今日は2018年の声よりプリエでしっかりと床を踏めるようになるエクササイズを教えてくださいという声があったので、それを見ていきたいと思います。そうそう、このアンケートただやってもらっているだけではなく、 DLS の方向性を決める一番の決め手になってるんですよ。例えば2018年のデータは回答だけでなくキーワードごとにまとめて統計を出しているし、インタビューをもっとという声に答えて去年はシドニーに飛び、ボリショイバレエ学校卒業生の話やティータイムでもゲストを呼んだりインスタライブなどをやってみました。2019年のアンケートに答えてくださった皆さん、どうもありがとうございました。メルボルンに帰って回答を見るのが楽しみです。さて、2019年はプリエ本も出したので、プリエのエクササイズはすでに説明してあるんですが、そこではね、床を踏むというトピックはなかったよね。なんでそれに今日のポッドキャストで答えてみたいと思います。まず床を踏む方法というのを書かなかった本にね、書かなかった理由は、床を使う、プリエを使うというのはあったとしても、床を踏むというのはバレエでは意味がないと私が思ってるからです。使う、利用するというのは大事。だから本のタイトルもプリエ使えてますか？なんですよ。プリエは衝撃吸収だけでなく、ステップとステップをつなげる鎖だったりしますよね。だから下に下がり、床を押した感覚を使って体を持ち上げるから連続ジャンプになるし、床を滑るように使うから滑らかな体重移動ができる。でもそれって四股を踏むとかの踏むっていう言葉ではないと思うんだよね。踏むという言葉を辞書で調べてみましょうか。足で物を上から押し付けるという意味と、実際に行う経験バカスを踏むという意味で使われる言葉の2種類があるようで、プリエの時は数値の話ではないから、足で物を上から押し付けるという意味になると思うのね。体重をかけて上から押さえるという意味だったらプリエではないでしょ。だってギューってタバコの火を消すみたいとか、虫を踏み潰すみたいにっていうのかな、そういう形でプリエしないじゃない。大地を踏みしめて立つという言葉で踏ん張るみたいなのにも使われるけども、それも微動だしない強さという感じ、踏ん張ってる感じになってしまい、プリエのような動き、使う、柔らかいとかそういうのではないんですよね。なんで言葉の意味を大事にしたいかというと、体の動きを考えるときにイメージするってとても大切だから。例えば肩を強く持ち上げてというのと、肩をゆっくりと天井に持ち上げてっていうのだと動きの質が変わりませんか？プリエも使って次の動きにつなげようというのと、踏みしめようっていうのだと違うでしょ。踏みしめるイコール下に下がる動きで終わるということ。プリエ本にも書いたけれど、下がる上がるの両方向ができていないということだから、それって使えないよね。ということで、プリエで床を踏む方法はと聞かれたら、どうして踏む必要がありますかということを自分で考えてみましょう。プリエの説明、踊りの中で使うとはどういうことか、そしてどうやって使えるようになるのかという部分はすでにプリエ本で100ページ以上にわたってご紹介していますので、そちらも読んでください。先生から床を踏みなさいと注意された場合は、それってどういう意味だろう、自分は何をしていたんだろうと考えてみて。例えばプリエの時にかかとが持ち上がってしまってるから先生に床を踏んでと言われたのであれば、先生が意図していることは床を踏むではなくかかとを下ろすということ。それを何度も言っても聞かないから、もしかしたら先生が床を踏んでと言い換えていたのであれば、自分が今直さなければいけないことも考えつきますよね。え、かかとが上がらないようにするにはどうしたらいいかですって。それもプリエ本に書いてますので、そっちを読んでください。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週はまたいつもの通りのブログピックアップに戻ろうと思いますが、毎月最後のポッドキャストでは皆さんからの質問にお答えしています。もちろんこの前いただいたアンケートの中にある質問だったりとか、今回みたいにねコメントに対してポッドキャストを作ることもあるけれど、これ今聞きたいんですとか、今これすんごい悩んでますっていうのがありましたら、ぜひ hello@dancerslifesupport.com にメールでポッドキャスト質問と明記して送ってください。なんでこれが必要かと言いますと、DLS のコンタクトページから、でそこには
個人的な質問には答えませんよと書いてあるから、体のこととか怪我のことを送んないでねと書いてあるんだけど、そこからやっぱり質問が来るんですよ。そちらにお答えすることはできません。なぜか、前にももしかしたらポッドキャストで話したことがあるかもしれないけれども、怪我してるとかだったら特にね、その人の状況が分かったりとか、その人を実際に治療してみないと分からないことっていうのもあるし、どこが痛い、あれが痛いとかって言われても、それが実際何を指してるのか、どこまで痛いのかっていうのはその人によって違くなってしまうんですよ。なので、そのような質問にメールではお答えしておりません。セミナー会場での質問の時間だったりとか、あとこのねポッドキャストで皆さんに聞いているキーワードになっているのが、ポッドキャスト質問というの。ポッドキャストを聞いている人しかそれが使えないので、それらの質問には、こうやって、ポッドキャストのエピソードでお答えしていきたいと思っております。ご了承ください。ということで、長くなっちゃいましたが、来週また金曜日にポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーラーニング、佐藤愛でした。